春節産業の方は無事終わりました。計画は通るんでしょうな。ご心配なく、次の参謀会議で決定まで持っていきます。今世界中に軟弱な平和思想が蔓延してましてね、理想論ばかり掲げた青白い平和論者があっちにもこっちにもはびこり、マスコミを使いあなた方軍需産業に精神的な重圧をかけてくる。重圧を取るか取らないかの差でしょう。感謝しております。今度のプロトタイプがうまくいって梶参謀のマスタープラン通り進めば、我が新興南重工を世界経済に君臨させるだけの利益を生み出すのです。一民間企業がアメリカや先進国が持つ力と匹敵する力を持つわけです。これは地球防衛軍と新興南重工互いの総合力を高める相乗効果だと私は考えています。金光会長とはこれからもうまくやっていけそうです。分かってます。この2週間こちらの秘書課を通して会わせてくれるよう何度もお願いしてまいりましたが、その度にご都合が。予定が空くまで待っていただかないと。もう待てません。うちは今日死ぬか今死ぬかという状態なんです。要件を言え。4月に新興南重工から私ども池田製作所に発注のあったエンジン6000機、最初の約束通り新興南重工様の方でお買い取りください。あれは福部工工業から納品され、支払いも済んでる。あのエンジンは新興南重工から私どもに依頼のあった特注品です。こちらで引き取ってもらわなければ使い道はありません。いいものしか買わない、私の方針だ。どうして福部工藤は同時期に同じものを同じ数だけ製造できたんですか。どっちかを気にしてるつもりだったんじゃないですか。そう取るのは君の自由だ。参りましょう。うちは確実に潰れるんです。工場から今で全部売ってもあまりある負債を抱えます。買ってください。半分で結構ですから買ってください。お願いします。お願いします。よろしく。飛んだところをお見せしました。警備を厳重にしよう。カネズ人間の恥。カネズ違うけどな。はるか、お嬢さんですか。
セブン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 遥かな星がふるさとだ。ウルトラセブン、ファイターセブン、ウルトラセブン、セブンセブン。進め銀河の果てまでも、ウルトラアイデスパーク。大怪獣ウルトラビームデストライク。東京都石館市に地震が原因で石柱が現れたという情報が入った。石館市の近くを活断層が走っていますが、活断層の震度計は大きな揺れを感知していません。ただの地震じゃないというわけですか。その石柱が何なのか気になりますね。ウルトラ警備隊出動。この石なんでできてんだ。ラハカムストーン。隊長はこの石のことを知っているんですか。いや、ムー大陸の神殿にあったと言われてる石柱に似てると思ってな。ムー大陸って1万2000年前に海底に沈んだと言われるあのムー大陸ですか。学生時代ムーアトランティス、幻の大陸と呼ばれているものにハマってな、ペルーまで石板を漁りに行ったことがある。ムー大陸が地殻変動前の日本に位置していたって唱える学者もいますから、あながち不思議じゃない気もします。伝説によるとムー人は超能力を持った種族で、草の船に乗って空を飛んだり、大勢集まれば山のような岩も動かすことができたそうだ。ムー人の超能力とラハカムストーンは何か関係していたんですか。遠征での戦いやポリスの建設で超能力を疲弊させたムー人たちはラハカムストーンの前で瞑想することによって疲弊した超能力を回復させていたそうだ。もしこれが本当にラーカム、あ、いや、ラーカミ、ラハカムストーン、だいたいね、これぐらいすぐ覚えられないんですか。私のことだって最初サトミをミサトミサトって間違ってましたよね。だから言ってることが通じりゃいいだろうよ。名前なんて記号なんだからよ。間違われた方は気分悪いのよ。へえ、石が機嫌損ねんのかね。島隊員なんかバナナの皮で滑って転んで豆腐の角に頭でもぶつけたら少しはここが良くなるんじゃないの。だと、いい加減にしないか。明かりうちに全部スキャンするぞ。何者かが石を地上に呼び寄せたとは考えられませんか。何者かって誰が。例えばムージーの生まれ変わりとか超能力でまさか。火曜日の昼頃には羽田に着くそうです。そうか、私は相手する時間はあんまり取れんが、まあハイハイと安静く頼むよ。今日遥が本社に来た。何ですって。話はしてない。留学のことだと思うんですけど、あなた
若いうちにしかできないことですし、あの子の自由にさせてもいいんじゃないですか。お母さん、もういいよ。言うだけ無駄だから。はるか、本社に来るなら来るで連絡ぐらい入れたらどうなんだ。普段の自分を見られたくなかった。血も涙もない残酷な人。お父さんになってことを。お母さんも早く別れた方がいいよ。はるか。何か気づいたことがあったらご連絡ください。失礼します。ご苦労様です。さてと、本部に戻るか。はい。あ、気をつけてください。ああ、こんなもんに滑る場がどこにいるんだよ。おっとっと、うわあ。お前があんな縁起でもないこと言うからだろ。人のせいにしないでくれます。キング・ジョーを修復して地球防衛軍の軍事ロボットにします。なんで？何？エリアのロボットじゃないか。最終的には世界全支部にキング・ジョーを配備し、いつどこから襲ってくるかわからない侵略者を地球から完全に駆逐します。しかし市民からは過剰防衛と言われる懸念はありますな。税金を支払っている市民の立場からすると無用の産物というのか。市民、市民と。地球防衛軍はいつから市民の使用人になり下がったのか。強力な敵が現れて今の軍備でこれを防げなかった場合に、あなた方を真っ先にこき下ろすのもその市民だ。もう彼らの言いなりになるのはやめなさい。今の地球防衛軍はすぐ市民にお伺いを立てるだけで芯が一本もない。これなら確実に地球を守れると市民も承服させられるだけのものを今こそ打ち立てるべきだ。うん、カジ参謀の言うのももっともかもしれない。キング・ジョーはあのウルトラセブンも倒せなかった宇宙最強のスーパーロボットだ。これを我々の手で制御できるとしたら、これほど頼もしい話はない。長官、新港南重工から重大発表があったらしい。 MHK のテレビ回線を出してくれ。もう一度繰り返します。重工業最大手の新港南重工はキング・ジョーを修復してレスキュー用の電子頭脳を搭載する計画を発表しました。神戸港に沈んでいたキング・ジョーは浚渫作業を終え、現在
有明工場へ収容されていると明らかにしました。金光豊氏のインタビューの模様をご覧ください。宇宙最強だったキングジョーだからこそレスキューロボットとして人々の安全を支えていけるのです。30年以上前に実際にそのキングジョーの被害に遭われた方の中には、まあ、今度の計画をあまり心よく思わない人間もいると思われますが、私の狙いもまさにそこにあります。キングジョーを変えることによって人間の意識をも変革したいのです。憎悪の対象でしかなかったキングジョーが人間を救う平和の使者に生まれ変わる。つまり同じキングジョーなのにそれを見る人の心も変わるということなのです。浚渫作業から修復費用まで入れたらかなりの額に上りますね。この地球上には誰一人餓死しなくても済むほどの有り余る資源と食料があります。人類は家族です。持つものは持たないものに分け与えればいい。地球的規模で見れば減るものも足りないものも本来ありません。誰一人暮らしのために死ぬ必要はないのです。カジ参謀、これはどういうことなのかね。どういうことなのかこちらが聞きたいぐらいです。万一強大な侵略者が地球を襲ってきた場合、レスキュー用のキングジョーなんかで守りきれると思ってるのか。侵略者は来ない。あまり梶三本が同じことを言い続けるのなら侵略者は来る。何わけのわからんこと言ってるんだ。宇宙はコピー機だと言っているのだ。宇宙はコピー機。そう、いい願いであれ悪い願いであれあまり同じことを考えているとやがては物理的な形となってその考えが世界に押し出される。俺が欲しいのは軍事用のキングジョーのコピーだけだ。最初の計画通り電子頭脳を軍事用に戻せ。私は地球を滅亡させるわけにはいかないんだ。戻す必要はない。あなた方が考えを変えさえすれば地球は滅びたりはしない。お前の考えは変わりすぎなんだ。近々有明工場の方に地球防衛軍の参謀の方々を視察に招きますが、梶参謀もいらっしゃいますか。キングジョーの新しい考えが生まれます。よその星のロボットに本当に地球上でのレスキューが務まるのかね。体は破壊用ですが人間でいうと心に当たるキングジョーの電子頭脳を全く平和的なプログラムに改良していますので心配いりません。とはいえ機械だからね、どんなミスが起きぬとも限らんだろう。世界トップレベルのプログラマーたちがこうして24時間体制でキングジョーを完全制御しています。質問があれば何でも聞いてください。安全です。話しなさい。ご婦人を話しなさい。主人が死んだ、自殺したんだ。保険金で退職金を十分にかかってる保険金を従業員の退職金に当てようとしたんだ。お前が殺したんだ。お前があの人騙した。自殺なんかじゃない。あの人は死んだりなんかしない。お前が殺したんだ。
あなたの夫を死に追いやったのは私です。いくらは見てもご主人が帰らないのは分かっています。私が死んであなた方が幸せになれるのなら殺されよう。だがそうじゃない。残された子供たちや従業員とその家族に最善のことをさせてほしい。努力させてくれ。最善を尽くす。チャンスをくれ。お願いします。よかったじゃん。はるかのパパアメリカ行くの許してくれたんだ。うん。でもずっとダメの一点張りだったのにね。なんで急に？なんか奥の手使ったんでしょ。お祈りしたからだと思う。お祈り？はるかったら年寄りみたい。でもそれしか考えられないから。考古学班からラハカムストーンに刻まれていた文字の翻訳が送られてきました。昔々人間は海から陸に上がった。進化論？ムージンも大したことないな。正確には海から陸に上がった生物が人間に進化したんですよ。そいつはどうかな。陸の歴史はせいぜい20億年だ。海の歴史は50億年。倍以上だ。もし海に人間のような知的生命体がいたとしたら、そいつは人間が及びもつかない文明を持ってるはずだ。そんな奴らがいたら人間とっくに滅ぼされてますよ。島田インバリの低レベルな知的生命体だったら、まあそうなってるわね。いつも俺に突っかかんな。隊長、パトロールの重点地域にキングジョーを修復している有明工場も加えていただけませんか？なぜだ？たとえレスキュー目的でもキングジョーの力を侮るととんでもないことになる気がするんです。有明工場には万全な警備体制が敷かれてる。それに新規に開発された電子頭脳には科学工学班が定期的な点検をするそうだ。安心しろ。そうですか。隊長、石立市の石柱に住民が殺到して騒ぎになっているそうです。我々は君たちを鎮圧に来たわけじゃない。話を聞きましょう。どうも、石立署の大塚です。白金です。いや、こんな騒ぎになるまでウルトラ警備隊の連絡が遅れたことをまずお詫びします。いや、前からおいおい、その石はみんなの願いを届けてくれる幸せの石なんだ。俺は宝塚の青くん。いいから、おまたせよ。おまたせよ。おい、こっちの話を聞け。ご利益が出るだけなら警察は動かん。誰かあの石に人が死ぬことを願ったやつがいる。いいか、昨日だけで署の方に平常の30倍の死亡届があった。調べてみると亡くなった人は嫁姑の間がうまくいってなかったり、近所の厄介者だったり、金貸しだったりした。ただの偶然だろ。未知なこと言うなよ。一目でいいんだよ。終わった終わった。ようやく収まりましたね。早く帰らないと、うちの人が心配するよ。石はどうなるんです？詳しく調べてからどうするか決めるんだ。君たちも何か願い事したのかい？いいえ、行こう。
単なる遺跡じゃなさそうだな。石柱から目に見えない何かが放出されているのかもしれません。解析を急がせてくれ。わかりました。本当にお父さんなの？隊長、ラハカムストーンの解析結果が出ました。ラハカムストーンはプラズマ操作機です。プラズマ操作機？ラハカムストーンは人間が思い描くことを信号化してプラズマを操作していることが分かります。ラハカムストーンはいわば人間の思考を複写するコピーマシンのようなものです。石田たちにこれと同じオーラがどの程度分布しているか分かるか？はい。昨日ホーク3号から解析機をつないだカメラで撮った俯瞰写真です。やはり神社がある一帯が一番濃密ですね。それは神社以外にもラハカムストーンが存在してるってこと？ルミ、周辺に何があるか調べてくれ。はい。普通の住宅街ですね。あ、止めて。ラハカムストーンとキングジョーが関係してるってことですか？憶測で動くのは危険だ。金光氏の周辺を調査しよう。変わりました。生活習慣から何から何まで。何がきっかけで変わったのか思い当たることはありませんか？それがね、私もよく考えたんですけど。ただいま。お客様。ああ、君は昨日の。お知り合い？うん、人違い。これも任務ですからご容赦ください。いいんですよ、私が特別な存在であることが分かるだけですから。あなた方と同じように人間はみんな特別な存在ですから。健全なる人間体、洗脳検査もしろ。家族並びに職場の評判もすこぶるいい。そこが異常といえば異常なんですけどね。金光邸周辺でラハカムストーンに類する目撃証言は得られませんでした。オーラ反応は別の要因も考えられます。金光豊は潔白だ。疑わしいところは言ってもない。隊長、金光氏の家族の誰かがラハカムストーンと関わったという可能性は考えられませんか？でも笠森な、人間が何を願うかなんて調べようがないぜ。そうよね。ま、石柱も封鎖されたことだし、ラハカムストーンからはもう何も起きないわよ。私はキングジョーに対して過敏になりすぎているのかもしれない。ウルトラ警備隊としてはあれ以上市民のプライバシーに立ち入ることは許されないんだ。分かっています。休暇でも取ったらどうだ。休みの間にお前が何をやろうと俺は一切口は出さんぞ。母
だ。まさか。お元気そうで。遠いところをようこそいらっしゃいました。お前、仕事はどうしたと。母さんが来るというのに仕事なんかしてられません。私はお前を万人間に戻すと死んだ父さんに約束した。お前はまだあんな武器商人のような商売をやっとったか。ご安心ください。新興南中高は兵器の製造はもうやめました。はいはい、豊さん、最近は家に帰るのも早いんですよ。それはよかじゃないですか。でも一緒にいる時間が長いせいで余計感じるのかもしれませんけど、私豊さんのことこんなに知らなかったのかって驚くことが多いんです。私も今日それを感じましたよ。あら、ただいま。あら、おかえり。いらっしゃい。はるかちゃん、まあすっかり綺麗になって。どういたしまして。来年アメリカに行けることになったんだって。夢が叶ってよかったね。どげんしたん。嬉しくなかったね。嬉しいよ。嬉しくて嬉しくて喜びすぎたのかもしれない。もうなんて言い方してるの。贅沢は言っとんね。はるか、おかえり。母さん、好きなだけいてくださいね。そうだ、いっそここに住んだらどうですか。もう私たちは大歓迎ですよ。はいはい、お気持ちはありがたく。そうそう、おばあちゃんに見せたいものがあるの。来て。まあまあ、どうぞ。なあ、はるかちゃん、おばあちゃん明日には熊本に帰るけ。どうして。ゆっくりしてけばいいのに。あの子に何があったとね。何でも願いを叶えてくれる石なの。おばあちゃんも何かお願い事したら。今年になって願い事なんかなもなか。でも一つぐらいあるでしょ。まあ行くときは誰の世話もかけんとぽっくり行きたいちゅうくらいじゃ。他にはお父さんのこととか。石立氏の石柱を封印すべきだ。利用を間違えれば混乱が起きる。もったいない。世界中が抱える諸問題に石柱が効力を発揮するかもしれない。悪用を避けるには石立氏の石柱を詳しく分析する必要もありますね。分析するのも人間だ。その人間の欲望で何かが起こってからで遅い。誰も信用できないというわけだ。そんなこと言ってない。石柱が地球人類すべてに与えられたものだとしたら、我々がこの席で決めていいものかどうかという疑問が残る。結論を急ぐ必要もあるまい。考えが一つにまとまるまで石立氏の石柱に不審なものを近づけぬよう監視すればいい。石立氏。これまでウルトラ警備隊で集めた石柱のデータを一式起こしてもらおう。すぐに用意できます。ただ参謀会議にかけたものと変わりません。あの金光が石柱と関わっていたとはな。あの金光は本物の金光じゃない。俺のキングジョー計画を嗅ぎつけた何者かにボディースナッチ、
もしくは洗脳された金光だ。我々も金光氏とラハカムストーンの関連は調べましたが、金光氏の潔白が証明されただけでした。どうかな、今頃キングジョーを使って何を企んでいることやら。それは梶三坊の妄想です。妄想かどうか化けの皮を剥げば分かる。偽物の仮面に隠された醜い侵略者の保証がな。本当はね、あんなお父さんなんて死んでしまえって石にお願いするつもりだった。でもさすがにそれはできなかった。で、なんてお願いしたんだい？ちょっと SF 的なんだけどね、もう一人同じ顔のでも心は全く正反対のお父さんにうちに来てほしいって。願いが叶って遥ちゃんは満足してるのかい？半分は。残りの半分は？本当のお父さんがどこかにいるとしたら今何してるんだろうって。誰ね？何をしている？ここにあろうとしている。ここは立ち入り禁止区域だ。私は初めからここにいる。これでお前を連行できる。よせ！調べても何もわからない。何？今ここではっきりさせるんだ。君に聞く、この石柱はどうして現れた？他の人の総意が石を呼び寄せ地上に引き上げた。他の人の総意？みんななぜ生きているのか分からなくなっている。この世は終わるという考えに取りつかれている。なぜだ、なぜだ。そのサイクルが早くなって石を浮上させた。この石がその答えだというのか？宇宙はコピー機？これはただの石に過ぎない。だがこの石は宇宙の仕組みを具現化したものでもある。宇宙はあなた方の考えをそのまま複写するコピー機であると。こんな石が宇宙の仕組みだと？少し前のムージンも私のメッセージを受け入れることはできなかった。少し前だ、バカな。ムー大陸が沈んだのは1万年以上も大昔だ。少し前、1万年前、同じことだ。この宇宙は一瞬のうちに作られた。
あなた方は私たちと別れて一瞬のうちに丘に上がり、それらを忘れる不便な体を作った。今度は進化論か。進化論。あなた方は自分の知っている枠組みに当てはめようとするばかりで、無限の時間の中にあることを知る魂の記憶に問いかけようとはしない。人を見下したような言い方やめろ。私はあなた方に等しい。ただ思い出せというだけだ。お前は何者だ。あなたが思う何者でもある。人をバカにするのもいい加減にしろよ。よせ。エイリアンか、異次元人か。貴様の正体を思い出させてやる。何者だ。あなただ。化け物。お前はキングジョーを使って何をしようと企んでる。あなたの考えていることだ。キングジョーはな、破壊することしか知らない宇宙最強の破壊ロボットだぞ。お前はそのキングジョーを使って人類を滅亡させようと、世界中を破壊しようとしてるんだ。キングジョー。破壊。宇宙はただただあなたの考えをコピーするしかない。あなたの考えがこの星に侵略者を呼び寄せ命を奪い、何を言った破壊を行っている。それは俺じゃない。お前が言ってることだ。お前が考えてることじゃないか。同じことだ。この世にはあなたしかいない。石はあなたの考えに応える。違う。お前の言ってることは全部でたらめだ。やめろ。やめるんだ。こんな石なくなってしまう。早くウルトラ警備隊を有明工場に急行させるんだ。ダメです。こっちの指示は受け付けません。ハッカーの侵入経路は不明。これまでやってきたことは何だったの。仕方がない、電源を切ろう。そんなことをしたら今まで入力したデータまで全部吹き飛びます。そんなことを言ってる場合じゃない。何者かがキングジョーを元の殺戮機械に引き戻そうとしているんだ。
攻撃開始だ。了解。頑張ってくれ。
記憶の方は順調に回復に向かっているそうです。医者の力というより愛情だって先生言ってました。そう、家族って本当強いよね。でもさ、事件が起きなかったら家族の絆も再確認できなかったんだろうな。家族ってのは自分を映す鏡って言うだろう。困難に直面した時に本当の自分を発見することができる、素晴らしいことだ。さあ戻るぞ。はい、はい、でもキングジョーがレスキューするところも見たかった気がするな。キングジョーはもうごめんだけど、今度の事件で金光氏も変わりますよ。どうしてそう思うの？石柱から現れた金光氏こそはるかちゃんが思ってる本当のお父さんの姿だからさ。そうかもな。お前に休暇やって正解だったかな。はい、あいつも僕の休暇欲しいんですけど。ダメダメ、もう休暇だよ。守る平和と銀河に流れる愛の歌、歌方の夢追い求め闇をさまよう人々に、いつの日か光さして生きる喜び満ちるまで、熱い思い胸に抱き、明日の夢に生きよう。いつの日か光さして。